任務と育児の両立か。無茶を言ってくれる。いいだろう、その話乗ってやろうではないか。ただし条件がある。条件？ラファエルが僕の絵食べた。違うよ、これ僕んだもん。お仕事？お仕事って何？いや最悪だ。寝てると可愛いんだよな。起きている時も可愛いと思いたまえ。育児というものがどれほど大変か。ウルにお父様を取られて一人ぼっちだ。異議を申し立てる。捜査本部というより子供部屋だな。では本件における捜査本部をそう名付けることにしましょう。それすなわちナーサリーと。